11日、成田空港の旅客ターミナルの屋根の上で女性が倒れて死亡しているのが見つかり、警察は詳しい状況を調べています。11日午前10時過ぎ、成田空港で乗客の一人から屋根の上に女性が倒れていると警察に通報がありました。警察などが駆けつけたところ、第2ターミナルの1階の南側にある立ち入り禁止区域の屋根の上で、 若い女性が仰向けで倒れて死亡しているのが見つかりました。警察によりますと、女性は20代から40代くらいで、薄緑色のワンピースを着ていたということです。頭には傷がありましたが、その他に目立った外傷はなく、警察によりますと、今のところ事件性は見られないということです。成田空港会社によりますと、現場から10メートル余り上にあるターミナルの4階には、 一般の人が立ち入ることのできる展望デッキがありますが、外に出るのを防ぐために高さ4メートル近くの柵が設置されています。また、2階や3階には一般の人が外に出られる場所はないということです。3階にある外の張り出し部には持ち主がわからないカバンが落ちていたということで、警察は死亡した女性の身元の確認を急ぐとと,ともに、詳しい状況を調べています。